再稼働を持って、その核原発の再稼働に向けての閣僚、が行われる情報がありまして、総理に集まる、声をかけて集まっていたんですけど、一応予定で6時、18時からということで、だんだん皆様は真ん中開けていただきますか。ちょっと歩道だけ開けていただけますか。すいません、歩道はちょっと開けていただけますか。なるべく側に行ってください。こちら側すいません、ちょっと向こう側に行っていただきます。すいません、カメラの人は以外は、カメラの人は向こう側に行ってください。すいません、申し訳ございませんが、警察の皆さんも、警備のご苦労様です。本当に正当な、国民市民住人の声を届けたいということで来てますので、お手柔らかに警備をよろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ18時もありましたんで、正式に抗議行動を開始させていただきます。再稼働に向けて閣僚が集まって、政治的判断を下すという情報が入りまして、で実際今日は行われてはないかもしれないんですけども、終わってからやってもしょうがないんで、ガンガン今日も民衆の声届けさせていただきます。本当に政治判断という言葉で、これだけ全国民、一説によると7割8割が原発に反対している中、一部の政治家や官僚、電力会社の考え次第で再稼働に向けて、残り1基、泊原発の残り1基しか稼働してない状況で、すでにもうその先を見据えて再稼働に動こうとしている、とてもちょっと許せないことですので、皆さんの声を官邸に届けましょう。